こんにちは、柴戸です。今日はですね、スタジオに来ております。前回上げてる動画でマーシャルの JCM2000 をですね弾いたんですけれども、まあカメラを通して聞いてもすごくいい音だったので、もうちょっとこう JCM2000 を詰めていきたいなというところで鳴らしに来ました。で、前回の動画と違う JCM2000 なんですけれども、こっちの方がつまみが少なくて、あの分かりやすいというか操作がしやすいので、今日はこちらの方でやっていきたいと思います。使用するギターはこちらです。オリジナルのモッキンバードです。ちょっとこちらの方に寄って EQ いじったりとか歪みいじったりとかして、まあ、どんな感じの音かなっていうのを見ていきたいと思います。では2000を触っていきたいと思います。ちょっと寄りましょうかね。ここでクリーンと歪み変えれるんですけれども、もちろんフットでもできます。今回は歪みなのでこちらですね、赤の方、これでクリーンになります。これで歪みですね。ここがゲイン、ボリュームで、リバーブで EQ ですね。ベース、ミドル、トレブル、プレゼンスとなっております。で、今回はここのつまみを使います。じゃ、まずはつまみをですね、トレブルもミドルもベースもプレゼンスを少しだけ上げておきましょうかね。12時にして、で、ボリュームをちょっと上げましょうかね。リバーブです。まだですね、ゲインは2に満たない感じですね。ゲイン上げるとボリュームも上がるんで、まずはいいですね、いいですね、ロックな感じがしてきましたね。今ゲイン12時、リバーブが2ぐらいで、あと12、12、12時でプレゼンスがちょっと、まあ、もうちょっとですね、メリハリが欲しいですよね。なのでちょっと一回ミッドを上げてみましょうかね。で、ベースとトレブルを4ぐらいにして、ミッドをちょっと8ぐらいまで、まあ、ギターらしいという感じですかね。まあ、お好みによってやっぱもうちょっと歪ませたいなっていう人と、もうちょっと抑えたいなという人がいるかと。ちょっと上げてみますね。やっぱ幅広いですよね。こっちの方にすると、クランチってほどではないですけど、まあ、結構歪んでますけれども、カッティングにもいけるような、で、こういくとな感じですね。じゃあこのゲインを8にしたまま、ドンシャリにしましょうか。大げさなドンシャリに一度してみます。ベースとトレブルを10にして、ミッドを0にカットしております。もうちょっとブースト感欲しいですよね。はいいんですけれど、もうちょっとハイが欲しいなと、ハイミッドハイですねが欲しいなっていう感じですね。ベースをちょっと下げます。
とプレゼンスを上げてみましょうかね。もうちょっとジャキジャキかな。原因をマックスまで上げてみましょうか。もうちょっとね、なんかジャキッと感が欲しいんですよね。プレゼンスかな。ミッドをもうちょっと上げてみましょうかね。下げます。やっぱりもうちょっと抜けが欲しいなと思った場合にはブースター、まあ、ヒデさんここで OD1 をかましてたりしたんでしょうね。もう一皮というかもう一声欲しいですもんね。この辺の刻みはめっちゃ気持ちいいですけどね。このドンシャリでいくと、まあこれぐらいが一番いいのかな。というような感じで初期の頃はやっぱりミッド上げた方がいいですよね。ちょっと箱鳴りっぽくなるんで、まあ、個人的にはこんな。こんな感じが一番、いいんじゃないかなと。まあでもちょっとやっぱブースター欲しいなっていう感じですね。いかがでしたでしょうか。まあやっぱりすごくいいアンプですよね。あの幅広いというか、まあ、歪み系がメインにはなるんですけれども、すごく幅広い感じのヒデさんの音が出せるんじゃないかなっていう感じのアンプでございます。まあ、めちゃめちゃ歪むアンプなのでもちろんこれだけでもいいと思うんですけれども、もうちょっとですね、やっぱねハイの抜けの部分であったりとかが欲しいなっていう感じで、やっぱりブースターはあった方がいいんじゃないかなっていう風な感じはしましたね。まあ刻みはもう申し分ないというか、めちゃめちゃ気持ちいいので、ブースターとか全然いらないんですけれども、やっぱハイの方ですね、ちょっとあった方がいいかなっていう感じがしました。まあ、結構最近どこのスタジオにも置いてるようなアンプなので、ぜひぜひ皆さんスタジオに行って試してみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。